ピンじゃパッとしない抱き合わせ商法のくせに。見つけたぞ。相変わらず物騒な町だ。命がいくつあっても足らん。おめでた？なんかしよったかよ、お兄ちゃん！してねえ！俺は何もしてねえ！無理してた！ご飯が…それを先に言え！ユージ、私と付き合って…え？お前まだ諦めてなかったのか？私は諦めない。ずっとユージのことが好き。拒否権は？ない。約束だから、今からデートに行く。え、あ、いや、待て。回収対象発見。アイラ、追いつける。私はカレーのステラと申します。カレー？まじまじと見つめないでください、小高様。子供ができてしまいます。かあ、間が持たねえ。しかしここで先走っちゃダメだ。中学の時みたいに勝手に一人で盛り上がってたな。前世での出会いと未来の君を思いながら、このメールにありったけの魔力を込めて送る。 Love you for。死んでくれ、あの頃の俺。エンジは死んだの？生きてるよ、別行動中だ。そう、エンジ会いたいな、切りたいな、会いたいな、切りたいな、会いたいな。さとみくん、君こそなぜこんなところに？はずなのに。リリチオ様、本当に行ってしまわれるのですか？僕を捨てて。すぐに戻る。リリチオ様と離れている間の一瞬が永遠のように感じられるのです。君、リリチオ様、トイレぐらいは普通に行かせんか。ここでずっとお帰りをお待ちしております。ほら、まず廊下のタンスの危険物チェック。廊下のタンス？私は寝室にも仕掛けるから、さっさと動いて動いて。これって白雪が持ってきたやつだぞ。そんな危険物なんか。あった、俺にとっての危険物。ありがとうございました。どういたしまして。うわっ！
何してるのかな。角原さん、デートの話を聞いて面白がってました。天罰ミサエさんっていろんな生徒さんに頼りにされてるんですね。日曜なんて大嫌いです。さてと。日曜嫌いなのか。大嫌いです。だといいがな。行くぞセバスチャン。この世の汚れなど知らない無垢でつぶらな人にアイラスの中に気高さを感じさせる尻尾、薄桃色の柔らかげな肉球。校長にでも聞いてみるか。休日だし遊びに行こうよ。朝まで祭りだったから眠いよ。祭り？どうしてもと言うなら俺を燃えさせてみろ。にゃー。そしてそれがあなた。そこはもっと説明するところじゃないのか。でもそうなんだよって学園長が。学園長？呼ばれて飛び出た。